僕は盆踊って言って、まあ、私があの学生時代遠距離恋愛をしてた時に、そうあの、ね、最後にプラットフォームの上でさよならとか言ってまた今度ねっていう感じで、そうね、涙涙で別れてた、そういう可愛いような時もあったんです。その時の感情を込めて作りました。キスしてたんだよね、最後みんなチューしてたんよはい、聞いてください、もう一度。Thank you.
ットホームでこの間もちょっとフェイスブック見てたら友達か後輩たちがね名古屋のホームで写真を撮ってたんですけどまさにそこやーとか言ったんですけれどもねそういう思い出話も含みながら次の曲はこう私の心の声という形で詩を書かせてもらって私、学生時代には2年間ほどバンドをやってまして、ボーカルを担当して、で、すぐ卒業して、すぐ結婚してしまって、もう音楽から一切パタッと遠ざかってしまって、でも自分の中ではなんか、ちょっと、後悔というか、なんか、なんで私は歌うのやめてしまったんだろうと思う気持ちがあって、30年過ぎて、やっとまたチャンスが巡ってきて。それで歌うときになったんですけれども、いざ歌うとなっても、なんかちょっと不安やいろんな楽しみの中で葛藤があった。そういう詩を込めて思いました。そしたら、ゆみちゃんが結構、もうミュージカル歌手、まあ、普通には歌ってもね、なので、まあ、ちょっと不思議な感じの曲ですけれども、聴いてください。声です。やっと見つけたよ。
中で。はい、声を聞いていただきます。いかがでしたか。